はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回はバキシリーズから権力乱用ジジイ徳川三成について見ていきたいと思います。三成はバキシリーズにおいて名場面を作り上げてきた隠れたキャラであり、なくてはならない存在となっていました。そこで今回はそんな重大な責任を担う権力をむやみやたらに使うおじいちゃんこと徳川三成について見ていきましょう。よろしくお願いします。徳川三成、バキシリーズに登場する資産家で、水戸黄門すなわち徳川光圀の第11代目の子孫。容姿は小柄で髪の毛はなく、大きな目をした和服姿の老人で、地下闘技場の支配人であり、地下闘技場場長、地下闘技連会長の肩書きでも呼ばれています。権力の塊であることはすぐわかったわ。世界トップクラスの財力を誇る日本最後の大物で、現役の総理大臣さえもかしこまり恐縮するほどの傑物。政治の場ではフクサーとしての権力を見せ、無邪気で活発としていながらも人間的に熟達しています。強者を見分することが何よりも大好きで、その活動のためなら自らの命さえも惜しまない性格。頭の中には世界中の格闘技者の情報が入っていると自負しています。そもそも地下闘技場とは300年前源内演武に伴って戦いという自己表現を失った武芸者のために、徳川家光が腹心徳川頼房の子徳川光圀に命じ、後楽園に作らせた闘技場の光景です。光圀は闘技場の充実のため日本各地の武芸者を、スカウトしに水戸黄門で知られる諸国漫遊の旅を行っていました。しかし文明開化の影響で明治22年決闘罪が制定。しかし三成の父三信は治安維持を理由に法を黙認させていました。それほど三成の一族は大々影響力のある家系なんだね。オロチドッポが若かりし頃は後楽園の地下、現在の地下闘技場は三成が東京ドームの地下に建設費協力を条件に増築したものでした。そして強者同士を引き合わせる天才であり、三成自身もその役割に喜びを感じています。三成の能力、三成は強い者同士の戦いを見ることが好きで彼らを引き合わせる能力に秀でています。シリーズ第2作目バキでは死刑囚とバキたちを、第4作目バキ道では宮本武蔵のクローンを数々の猛者たちと、第5作目バキ道では野見宿根を下界に下ろしバキたちと引き合わせていました。三成自身、強者同士の対決を見るのが好きなため、資材を投じてでも実現させるためにエネルギーを注いでいます。どんだけ金持ってんだろ。三成はお金を円ではなくキロ単位で数えるものと述べています。そんなこと言ってみてえな。地下闘技場最大トーナメントを主催した際には、古代ローマのパンクラチオンで歴代チャンピオンに渡されたベルトを10億円で購入し、地下闘技場最大トーナメントの優勝者に渡すことを決意するほど。10億。また第4作目目バキ道では強いものが見れるならと宮本武蔵のクローンを作るために、総理に内緒でスカイツリーの地下に研究所を建設したほどでした。それはもう規模がでかすぎてわからん。でか勝手に作るなよ。腕力はないものの社会的地位の高さや財力の観点から見ると強者と言えます。続いては作中の活躍について見ていきたいと思います。グラップラーバキ、グラップラーバキではしのぎ交渉をスペインで見かけ、その実力を買ってスカウトしており、戦う相手が欲しいと述べたことから地下格闘技場に連れてきていました。またバキとの出会いは外に出た際にボディーガードたちが全滅されていることを知り、涙ながらに後楽園で戦わせてほしいと頼まれたことでバキを地下格闘技に参加させていました。また本部との電話では花田がストリートファイトでやられるようではグラップラーは務まらんと評し、マウント鳥羽をバキと戦わせることを決めていました。悪い顔してるなぁ。また裕次郎に絡まれた際にはドッポとの特別試合を決定させており、またそのメインとしてバキにドクタークレハと戦わせることを決定させていました。試合前はかなり楽しみにしていたようですが、裕次郎とドッポとの試合ではドッポが心肺停止になってしまったため、悲しみに暮れていたようでした。裕次郎とやらせたら大体こうなるだろ。その後は地下闘技場最大トーナメントを計画しており、10億円のチャンピオンベルトを用意して、開催することを決定し、血が香るとワクワクしていました。また悪い顔してるな。そのためこのベルトにふさわしい強者を地の果てからでも連れてくるように命じていました。開催時では大いに盛り上げており、涙を流しながら楽しんでいるようでした。しかし裕次郎が現れた際にはこの大会がぶち壊されることを恐れ、
裕次郎にこの大会は悲願だから壊さないでくれと頼み込んでいました。裕次郎が来た時点でもう無理だろ。また裕次郎からは天内を推薦されたため、天内の技を見て試合に出場させることを決めていました。その後馬琪が不意打ちを受け負けた際には会場がざわめいている時に一喝して黙らせていました。さらに裕次郎が大暴れした際には、アフリカなどで大型の猛獣を捕獲するやり方で裕次郎を捕獲することに成功し、無事に地下格闘技トーナメントを終わらせ、優勝した馬琪にチャンピオンベルトを手渡していました。馬琪、世界に散らばる5人の死刑囚が来日した時、三成は地下闘技場で日本の5人の猛者たちを彼らと出会わせていました。敗北を知りたがる死刑囚たちに三成はこの5人たちと戦うことを提案しており、ルールは前田光代方式を採用していました。前田光代方式？それは例えば場所を新宿とするなら対戦者同士が同時刻に新宿に到着する。服装は普段のものを着用しごく普通に新宿界隈を散策する。途中で食事するのもよし、酒飲むのもよし、やがてごく自然に出会う二人、ごく自然に決着というルールでした。なるほど。出会ったらいつでもやるって感じか。しかし渋川豪輝がルールなんてどうでもいいと言ったため、いつでもどこでも関係なく戦うことになり、とりあえず試合開始となり解散となっていました。なんだそれ。しかし柳流行に馬琪と渋川が二人がかりで不覚を取ったことに対し、喧嘩で不覚を取るようでは無価値とまで言い放ち、花山から胸ぐらをつかまれ怒りを向けられていましたが、その花山に対し徳川は顔面パンチをして、泣きながら地下闘技場選手を誰よりも信じていたのは自分であることを訴えていました。馬琪たちに対する愛情がすごいな。これには馬琪も何も言えずに謝るしかなかった模様。しかしその後はしっかりと三成の期待に応えた猛者たちが死刑囚たちに敗北をプレゼントしていました。また馬琪が毒に侵された際には全力で治療に取り組めるよう中国へ手続き無用で飛ばしていました。また終盤では裕次郎が馬琪を認めていることを知ってワクワクしていました。ハンマ馬琪。ハンマ馬琪ではククルが来日した際に中国憲法の列海王が徳川邸に訪れククルと対戦させてほしいと懇願。三成は無理だと断っていましたが、食われる気はさらさらないと言われ、戦いを想像した家光はその戦いを見たくなったため承諾していました。最初から止める気ないだろ。三成は列海王なら負けないと思っていましたが、いざ戦ってみるとククルの戦力が圧倒的に勝っていたために勝負になりませんでした。勝利したククルは当然のように相手を食べようとしたので三成は必死になって止めようとして、声を荒げていましたが、ククルに張り倒されてしまい列の片足は食べられてしまっていました。よく死なずに済んだな。また馬琪がククルに一発でやられてしまい、裕次郎に報告して、馬琪なりに頑張ったと述べた際には、裕次郎にめちゃくちゃ怒られていました。三成も怒られることあるんだな。まあ裕次郎しかいないだろうけど。しかし別の日には裕次郎にもお主はやらんのかと戦いを煽っていました。馬琪たちがククルとの戦いを終えた後、やってきた裕次郎から体に気を使えと言われていましたが、その裕次郎らしくない発言に取り乱したまま、裕次郎の目の前で吐血して倒れ、精密検査によって重度の癌によって体を蝕まれていたことが判明。しかし闘病を進める公用を一周し、戦いたい者それぞれにふさわしい好敵手を引き合わせるという自らに課せられた天命を全うすべく、クリア側にマッチメイクを委託していました。使命を全うしすぎだろ。その後は馬琪の要望を受けて、いずれ起こる地上最強の親子喧嘩で、一般市民が巻き添えで怪我などしないように負傷を動かし、警察や自衛隊などを動員する手はずを整える約束を交わしていました。そしてついに始まった地上最強の親子喧嘩では、戦いの様子が生放送中のニュース番組で取り上げられ、地下闘技場や裕次郎馬琪親子の存在を噂程度で知っていた群衆がそれを見て、今すぐ行けば、まだ見れる、今すぐ行けば、まだ間に合うと現場に退去して駆けつけたことで、事前の手配が事実上無に帰していました。約束違うじゃん。また師匠に便座と称するただのビンタを食らわせてそのまま親子喧嘩を続けられるよう話をつけていました。パワハラじゃん。終盤の両者の戦いが終わった後は病気が完全に治って健康体となっていました。馬琪道。馬琪道では三成は熊本県に眠る宮本武蔵のミイラから DNA を取り出しクローンを製造するプロジェクトを立ち上げ、スカイツリーの地下に施設を作り宮本武蔵のクローンを作ることに成功。現世に降り立った武蔵は三成から様々な情報を聞き、
自身も現世の情報を宮本武蔵に提供していました。その後三成は武蔵は半馬場や裕次郎、烈海王やククルたちと戦わせていましたが、烈海王は武蔵と戦い惨殺されたために、三成は烈海王と武蔵を戦わせたことを後悔していました。烈さん三成のせいで散々やな。武蔵は他にも警察官を惨殺するなど悪用の限りを尽くしたため、最後は武蔵の魂をあの世へ返すことを決定し、肉体は冷凍保存するようにしていました。また武蔵以外にも花山が裕次郎と戦いたがっていたため、裕次郎を花山の元へと呼び出していました。馬騎道、馬騎道では山にこもり修行をしていた古代相撲ののみ宿根の元を訪れ下界に降ろさせていました。三成は宿根をビスケット売り場や半馬場と立ち合わせ、さらに大相撲の元横綱金龍山と協力して地下闘技場で6対6の異種格闘技戦を開いていました。結果は宿根陣営の勝利で終わっていましたが、現役大相撲の存在感は観客に伝わり、大会は大いに盛り上がっていました。またこの大会では烈の腕をピクルに右腕を食われた克実に移植するように進めていました。烈さん本当に散々やな。まあでも一向に構わんって言ってそうだが、というか烈さんの体クローンで作ってやれよ。また宿根から大賀について尋ねられると、三成は大賀こと半馬裕次郎を地上最強の生物であると説明し、もし現職の大臣や大統領がムカつく場合どうするかと宿根に尋ねていました。どうもしないと答える宿根に、三成は大賀なら小月に行くと答えており、その後三成は宿根に大賀に会ってみるかと問い、宿根が立ち会えることを喜んでいたため二人を会わせていました。二人が対戦した後は三成はまた遊んでやると告げる裕次郎に優しいのをと声掛けすると、裕次郎は怒りをあらわにして犯すぞジジイと言い放ってきたため、自分以外全てメスに見える裕次郎に犯されそうになった三成は顔を真っ赤にしていました。なんでだよ。以上になります。いかがでしたでしょうか。ほとんどのビッグマッチの裏にはこいつが隠れていたんだね。諸悪の根源的なキャラのような気もするけど、でも三成がいなかったらいろんな名シーンが生まれなかったことを考えると、なくてはならないキャラだったな。単純に戦いを見るのが好きなお金持ったおじいちゃんだったね。でもトーナメントで三成が盛り上げたシーンや裕次郎にやめてくれと頼んだのを見ると、マジで格闘技が好きなのが伝わってきたね。また柳に負けた時に見せたあの涙もバキたちを愛しているからこそ出る涙であり、愛嬌のあるキャラとなってましたね。今後どうマッチメイクしていくのか気になるね。そうだね。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。